皆さんこんにちは、朝日です。今日はですね、表参道にオープンしたばかりのフェンディ表参道店にやってきました。ということで、今回はフェンディさんと何かできるということで、普段禁書してね、なかなか入ることができないお店のルームツアーをさせていただきました。私のようにね、場違いだと思って入ったことがないっていう方もね、多いと思うので、一緒にショッピングに来た気分で楽しんでいただければと思います。では入ってみます。今日独り占めですよ。どうぞ。縦長の店内入ってすぐはバッグや小物、奥にはメンズコーナーがあります。一番最初に見てもらいたいところがあるんだけど、ここかわいいさ、カラフルなレンガみたいになってるじゃない。でもよーく見て、これ一つずつファーが入ってんの。黄色、赤、紫、で一番上行くとブルーみたいな感じで、全部このいろんなカラーのパーが敷き詰められてるの、レンガみたいな感じで。あとこの上、ちっちゃい子たちがこのね、枠の中にたくさん入っているんですけれども、これ全部ね、あのフェンディの実際にお洋服がね、このデザインのものが売られてるんだって。そのミニチュアサイズ、ガラス張りだからさ、外からでもこれ見れると思うので、ぜひね、こう見てもらいたいんだけど、すごい可愛いよね。ここは表参道限定の商品みたいなんだけど、ネイビーっぽいブラックのカラーのバッグとか、お花のモチーフが入ってるのがあったりとか、このバッグがね、バックトゥースクールっていうシリーズのバッグなんだけど、チェーンが出てきてこんな感じで、すごくおしゃれだよね。持ち上げるとシュルシュルシュルってなって、肩掛けもできたりするので、こちらがですね、プレフォールコレクションっていうことで、秋とかに使えるような感じのデザインなので、色もちょっとオレンジとかベージュ系のカラーとかが使われてて、同じようなお花のねモチーフついてても、やっぱまたカラーも違ったりするのもすごく可愛いよね。ストラップもね、いろんな種類があるんですよ。めっちゃ可愛い。ちょっとかけさせていただきます。どう？ちょっと自分見させて。髪切ってから結構こんな斬新なスタイルも意外といけるんじゃない？これもあのバッグにつけれるチャームですね。カラーも違くって、気持ちいいの、触り心地も超モフモフしてるやつ。これすごいシンプルな、一番シンプルなやつ。これがなんかピーカブーってシリーズらしいんですけども、これの形で、でいろんなまたコレクションがあるから、それをねまた見るのもすごく楽しい。イニシャルのチャームもあったりして、こういうのだったらまあ手が届きやすいっていうか、普段持ってるバッグにこういうイニシャルをつけたりするのも可愛いよね。プレゼントとかにもいいんじゃない？でここら辺がバッグのストラップのコーナーなんだけど、いろんなデザインがあって、ストラップとかチャームで遊べるっていうのが結構新しい発見なんだけど、バッグは一緒でもこういうストラップで自分の個性出せたりとかするっていうのも面白いよね。メンズコーナーはこんな感じになってます。顔がついててすごい可愛い。こんな風に持つのかな、なんか女の子が持っててもこういうの可愛い気がしちゃうんだけど、もはやアートだよね。もうこのまま飾っておきたいみたいな感じだけど、こういうなんかすごく可愛いモチーフがついてたり、ちょっと面白い感じのもあれば、シンプルに使えるようなデザインもあったりとかして、こういう上にはねライトが入ってて2段になってます。ではもう一つのフロアも見ていきましょう。こちらです。また上とはまた全然違う感じの内装と明るさになっています。このライトなんだけど、ここにもボンボンのパーがね入ってるんですよね。で、あとこの奥が春夏のコレクションになっているみたいで、パーのロングベスト、もしかして私の今日の洋服にも合いそうじゃない？え、すごく合いません？今日のお洋服との相性が抜群にいい。スカートやら、あ、かわいい。インテリアもめちゃくちゃ可愛くって、このソファーとか、ここなんだかわかります？なんとこれピアスのキャッチの部分をモチーフにしたソファーです。で、さらにこっちに行くとテーブルも
キャッチ超かわいい。これもすごいかわいいんですよ。これお花やすごい、なんかゼリーゼリーみたい。そしてフェンティ表参道店のメインルームでございます。こちらザ・ハッピールームというビップルームでございます。ビップルームなんか普段入れないよ。すごい嬉しい。こんな感じでね、ドレッサーキャッチ付きのソファーもありので、奥にはここにも陶器でできた壁です。ザ・ハッピールームから見る景色はこんな感じです。このなんかフェンディを独り占めできてる感じやばいで。でこっちが試着ルームになっています。さっき教えてもらったんだけどね、ここのやつをこれから作るお洋服のデザインとか色味をまずこれで見てからお洋服の作ってくるんだって。これだけでも超おしゃれだよね。はい、ということで以上がお店のルームツアーでございました。いかがだったでしょうか。細かいところまで見ることってなかなかないのですごく楽しかったです。もともとのあのフェンディのイメージがこの F のマークのフェンディっていうイメージで、こういうポップな可愛くって遊び心がある感じになってるっていうことをあまり知らなかったので、なんか本当にそこもねすごい楽しいポイントでありました。表参道に来た際はね、ぜひぜひちょっと覗いてみたり外から見てみるのもねすごい楽しいと思います。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあねー。